冬の塔に着いたな。校長の手紙では探し求めている品は冬の塔にあるって話だったけど、ここは広すぎるよ。どうやって見つけ出すんだ？アーシャ様なら記憶のかけらに近づきさえすれば正確な位置を感知できるのさ。かけらの反応は冬の塔の外みたい。これは遺跡だ。冬の塔の後ろに遺跡が隠れてた。伝え聞くところによると、四季の塔は遺跡群の上に建てられたのだそうだ。一体誰が何の目的でここに学園を作ったのか、それを知るのはおそらく校長だけだ。ほら、壁画だよ。僕が守護してた遺跡のとそっくり。この壁画にも。ブラックさん、あの壁画の白の神と向かい合っている黒い女性を知ってる？わからない。俺も初めて見る。同盟の協議にもこのような神明は記されている。みんな下がって、封印されている扉を開きます。ここの壁画の後ろにも同じように隠し部屋があるな。青の記憶。王者様、記憶を取り戻されたのですか？ちょっと待って、前回の記憶のかけらの時は巫女がいたよな。ってことはひょっとしてここも。侵入者、ここから先は一歩も通さない。
奴らを全て灰にしてしまえ。エラー、ターゲットも攻撃不能、権限がありません。エラー。どうした？なぜ攻撃しない？人間、それで神の兵士を操れると思っているのか？
君はまず記憶のかけらを回収しろ。俺はニアを追う。頑張って。四季の塔の中でまだ修繕がされていない場所を辿っていけば、ほらやっぱりニア。私に構う。竜はどのような生き物か、奴らに教えてもらわなかったか。あんな伝説、人間が勝手に作った物語だろ。自分の理解を超えたものを邪悪なものとして定義しているだけじゃないのか。まったくおめでたい奴。この壁画を見ろ。これはエリンの冬と呼ばれた時代に掘られたもので、当時の出来事を記してある。これ人と竜が戦って、昔豊かに栄えていたある人間の国家が竜の襲撃を受けた。人間たちはあらゆる抵抗を試みたが、竜は7日のうちに国の全ての将来を変えた。襲撃の理由は記録されていない。ひょっとしたら特に理由があったわけでもないのかも。自分の力を示すためだけに軽々と一つの国を焼き尽くす。人間にとってみれば我々竜は災害と変わらない。もう分かっただろう。竜はお前たち人間と共に生きることは絶対にできない。そういう生き物なんだ。おしゃべりはもうおしまい。ここでお別れだ。待て、俺は君を黙って行かせたりはしないぞ。これほど言ってなぜまだわからない。ミア、落ち着いて。私たちに悪意はないの。お前たちまで。いいだろう、身をもって味わうがいい。竜の恐ろしさを刻み込んでやる。記憶のかけらの守護者と戦ってからもう5日。ニアとみんなとの関係は元通り。彼女が人間と偽って暮らしていたのは何か目的があるみたいだけど、まあ僕からすれば
アーシャ様には腕利きの下僕が一人でも多く周りにいた方がいいよね。絶対に。不安なのは、今回の襲撃事件に対する、四季の塔の事後処理だ。学園側は帝国の襲撃を突発的な事件に備えた訓練と、教師や生徒たちに説明した。帝国兵の死体や、守護者の残骸もあっという間に片付けられた。これがあの摩訶不思議な校長が指示したことだとしたら、用心が必要だな。そして今、もっと面倒くさい問題がある。それは、おかしいな。青の記憶のかけらがちっとも反応しない。壊れちゃったのかな。ご心配には及びません、アーシャ様。他の記憶のかけらも回収していけば、青の記憶の謎もきっと解けますよ。でも近くに他の記憶のかけらの気配はしないよ。他のはどれもものすごく遠い場所にあるんだよ。このまま連邦に戻るより、ここで聞き込みして遺跡の情報を集めた方がいいかもな。ここから最も近い場所にある記憶のかけらは東の黄昏海域にあるものだ。配下に調べさせたので間違いない。詳しく歩きながら話せ。ああそうそう、俺が王だからといってかしこまる必要はないぞ。普通の仲間として普通に接してくれ。つまりこれからも一緒にいてくれるってことだよね。俺だ。お前がよこした情報は我々の方で検討した。あの少女が神の力を引き継いでいるだけなのか、それとも白の神そのものなのか、現状ではデータが足りず判断がつかぬ。よって可及的速やかにアーシャを伴ってイリアスに帰還せよ。彼女を帝国と連邦どちらの手にも渡さない。探しを続けると決められたのはアーシャさんだ。俺はそのご意志に従うのみ。連邦の方にはお前から挨拶をしておいてくれ。俺は人質と共に行くところがあるからしばらく戻れないと。よかろう。それがお前の意志ならそうする。彼女を無事に連れ帰ってくれるのなら、その過程は問わぬ。しかし忘れるな、お前は鉄道鉄尾暗闇の住人だ。普通の人間と同じように喜怒哀楽を装ったところで、それは決して触れることのできない光。とりわけ神の御光はお前を焼き焦がすだけだということ。今回の通信はこれで終わる。次の定時連絡の際には良い情報を聞かせてくれることを期待しよう。これが探し求めている光は決してあの白の神ではない。すでに腐りきっているお前たちにはわからないだろうがな。ブラックさん、船の準備はできた。出発できるよ。